今日も丸の内からこんばんは。今日は4月の17日水曜日、夕方の今6時です。まだ東京駅のライトアップはこれからの時間みたいですけど、この時間帯の丸の内もこれはこれで大変美しく、まあいつも来てもいつ来てもね、ここは美しいんですけれど、やはりいいところだなと改めて思います。今回は北海道&東日本パスというのを買いまして、これを使うことにします。買ったのは昨日の夜です。昨日の夜から使ってないです。使ってるのは今日の4月17日の夜からなので、本当だったら1週間有効の切符ですから、17日から有効開始という風な買い方をすればいいわけですが、実際には昨日から買っています。それはなぜかというと、有効期間の終わりが4月の22日までしかないということで、16日からもう買うしかなかったからなんですが、7日間 JR 東日本、JR 北海道が乗り放題になるわずか1万850円の格安の切符です。 JR 北海道線、東日本線、青い森鉄道、 IJR 岩手銀河、北越急行の普通列車の普通車自由席と BRT がご利用になります。ちょうど今ライトアップが始まったところですが、つまり JR 東日本北海道の中だけで7日間連続して有効な青春18切符のようなものを利用しているというわけです。1万850円は青春18切符の価格よりもかなり安いものです。1万1850円だったかな、青春18切符は。それに比べると、あっちの方が、北海道の東日本パスの方が安いし、それから、1日あたりの値段もですね、北海道東日本パスは7日間有効なので、こちらの方が安いということになります。連続する7日間有効ですから、青春18切符よりも使用のその制限には、一部こう厳しいところが見られるというか、連続して使わなければいけないという制約こそありますけれど、1日あたりの価格はこちらの方が割安です。前にこの切符を買ったのは私も高校の時でして、高校2年の時にね、夏休みに3週間ぐらいこれを3枚買って、北海道それから東日本をいろいろ放浪するような旅行をしたもんですが、それ以来もずっと使ってませんでしたね。確か北海道東のバスそうだったような気がするんですけれど、この度久々の使用、実は格安なので、特急とか使わない急がない旅行では、簡単に元が取れてしまうんですね。で、せっかくあるから、じゃあこれを切符の有効の日数のその間、それなりに、あちこち行ってみようと。1万850円、2000円、往復2000円の旅行を5回すればもう簡単に元が取れてしまうという非常にたやすいものです。今回は熱海に向かおうと思います。熱海から先まで行くかもしれませんが、普通列車のみでの利用という制限がありますから、いつも使っている特急電車踊り子号や東海道新幹線を利用することはできません。ただ、この時間はちょうどですね、熱海方面まで、スムーズに行ってくれる列車があります。湘南ライナーです。ちょうど通勤時間ですからね、特急電車を使って着席保証がされている列車があるわけですけれど、その特急電車は普通列車、快速列車扱いなので、プラスして、乗車整理券510円、もしくは、グリーン料金が必要になりますが、私はグリーン券のタダ券も大量に持っているから、タダで乗ることができるわけです。これ行き先は選べんですけど、一応伊東にしとくかな。なんかね、急病人救護とかがあったようで少し遅れてるみたいですけど、出た時点でいっぱい乗せたんですけど、やったね、平塚で全員降りちゃった。もう私しかいませんよ。平塚小田原間は私一人の貸し切り、いいね。いや、さっき東京出てくときのあの景色も良かったですけど、誰も乗ってないんでね。サザエさんの、話題、漫画の、回の話題にもなったんですけど、特急電車は窓が開くんですね。よいしょ、ここまでしか開きませんが、ここまでは開きますんでね。
ていうのはこうでないとね、周りの人たちにとっては最近、お仕事からのお帰りなんですけど、まあ私は遊びですから。いやー愉快愉快、これですよやっぱりこう、こうですけど、反対側にこう東海道線 の小田原まではね、線路が通常の、まあ、必要の量のリバイアルっていう言い方だと語弊があるかもしれませんが、まあ、普通線路ってのは上下1本ずつしかないわけですけれど、東海道線の小田原まではこれがですね上下2本ありまして、湘南ラインは普通の電車が通るのとは違う方を走るんですね。なんで普通の電車よりも速く走ることが、まあ、基本的にできます。これまだもうちょっと開いてほしいですね。しょうがないけど、ちょっと開かないのかな。ちょっとやってみよう。ダメだ、これ以上開かないらしい。誰もいないよ、本当は。さっきからね、人が通ったりするんですよ。多分普通車のお客さんだと思うけど、まあ、もう大丈夫だな。おー楽しいですね、これ。これさすがに外の音がしますんでね、誰もいないときじゃないと窓開けて遊んだりとか、そんなのできません。これ相模川ですよね。こんな人と喋ってて全く関係ない親戚の話とかする人いますけど、まあ、面白い話だったら親戚の話もいいんですが、どこに親戚が住んでるって言われてもなんかあんまり話、あ、そうですかで終わっちゃうような気がする。まあ、私だったらね、その土地の話で話題でまた繋げる。いいね、こう電車が走ってるような感じがしますよ。これ一応鉄道チャンネルで、旅行チャンネルでやってるつもりなんで、あんまりこう男の子が説明とかしませんから、乗り物での移動が楽しいと旅全体がこうすごくなんていうんですか、満足度の高いものになりますよね。まあ、東京の近郊電車ね、これが。こっちは特急電車というか、まあその普通の電車が通るルートじゃないので、東田も止まりませんって言いたかったんですが、人が来てしまったからもうやめることにします。大はしゃぎしてたら普通車のおじさんが通ったんでちょっと目立っちゃいましたけど、まあしょうがありません。そのおじさんはもう向こうに行って、他はまだやっぱり誰もいないな。気温がまあまあ高いんでね、寒い時期でも誰もいなきゃ、まあ客室の扉をちょっとぐらい開けた方がいいとは思うんですが、やっぱこうこのぐらいの暖かい時期の方が全然楽しいかもしれません。自体は、二宮の駅の方、一個お隣の方になんかあるらしいですね。あまり大した情報ではないかもしれませんが、大磯ロングビーチと並んで併設されているのが大磯プリンスホテル、西武グループのホテルで、堤家の確か別荘かなんかがそこにあるんだったかな、よく利用しているそうです。すごい昔の話ですけど、プリンスホテルの、時ですね、西武のその会長さんが愛人を連れてきたとか、なんかその話を聞いたことがあります。すごい昔の話ですよ。あった、見えた。向こうにちょっとね、こう高い建物がありますけど、あれが大磯プリンスホテルです。あれね、青い看板のやつ。1階だけ泊まったことありますけど、まあ、なかなか綺麗なホテルでした。別に高級ホテルではないんですけどね。まあ、この辺りが東京からはどうなんですか、リフレッシュにやってくる上で、お手軽な観光地っていうところかな。夏休みなんかね、家族で海水浴しに行くか。さっきから反対
対側の東海道線の電車の本数がとても多いと思いますが、まあ、通勤ラッシュの時間なんで、あっちへ行った電車がいっぱいあって、でそれがあのまた向こうへ戻らなきゃいけませんからね、戻すために向こう側の本数も多くなってるというわけです。お客さんが大して多くはないんだけれど、本数を増やさなければならないというのも、通勤路線の、まあ、宿命であります。なんで、片側はめちゃくちゃお客さん乗ってて儲かってるように見えるんだけど、反対側はガラガラだから、実は見た目ほどには効率的な輸送が行われているわけではないんですね。でも、横浜線といってね、あの横浜と八王子の間を結んでいる東京の西部と、神奈川県を連絡している横浜線という路線がありますが、あそこは混んでいる時でも、上下両方向ともに混雑をするということで、大変な儲かる路線として、地味な路線ながら、日本の三大黒字路線として、知られていたようなところです。これは二宮駅で、寿司屋さんがあって結構高かったですけど、そんな高かったイメージあるんですけど、でも美味しかったですよ。まあ、ただその高かったっていう時はね、私がめちゃくちゃお金ない時にタダでおごってもらって、そこで食べたので、当時の金銭感覚からするともしかしたら意外と普通のお寿司の値段だったんじゃないかっていう気が今ではするんですけどね。あれですね、外から田舎の匂いがしてます。わかります？田舎の匂いって、こうなんとなく湿度があるね、土とそれから植物の匂いが混ざったかのような、そういう匂いが、ちょっとしてきてね、旅行に来てる気分にする、のに一番効果的な香りだと思いますね。虫の声が聞こえるような気がしますが、多分それは気のせいだな。今からの神津っていう駅を通過しますけどね、この神津から、箱根の山周りで昔は東海道線が走ってて、今とルートが違ったんですけど、昔の東海道線は小田原とかそれから熱海を通らなかったんですね。ただ、まあ、熱海の観光の需要もまあまああるということで、熱海には熱海に行く、その分岐のルートが作られていました。それが京浜鉄道、そういう風に言うわけですけれど、そのですね、熱海線とか言われていた鉄道を、敷いていたのが、大正時代ぐらいの時でして、その時の小説として有名なのがトロッコです。トロッコって分かりますね。みかん畑のところまで歩いていた運転手が多分学校で習った人が多いし、まあ、そうでなくても多くの人が知っている芥川龍之介の小説だと思いますが、そのトロッコでこう歩いていって急に遠くまで来てしまって怖くなった。トロッコに乗るのは楽しかったけれど、いつになったら家に帰れるのだろうか、一人寂しく思いましたね。主人公の心情の変化を答えなさいっていう問題がですね、私は中学校の頃に国語の問題でなんか解いたような気がしますが、その時に作っていたのがまさに今から通っていく熱海までの道中だということです。で、小説にそこに書かれるだけありまして、まあ、今は夜暗いですから分かりませんけれど、特にこの先、まあ、小田原から先ですかね、小田原から熱海までの間、実際に今でもみかん畑がたくさんあるし、海も綺麗でね、トンネルが入って山道になったと思ったら急に海の際のところまで走ったり、本当に乗っていて楽しいところで、東京神戸間の東海道本線、およそ、600キロ、まあ、600はないな、500、何十キロのその距離の中でも、一には争う楽しいところだと思っています。だから熱海伊豆へご旅行の際、東海道本線に行くときには小田原を出たら景色に注目するといいと思います。こっちが海なわけですけれど、海の側の景色も綺麗ですが、右側にも山の美しい景色がいろいろ広がっていて、天気が良ければ小田原駅の到着の前に富士山を眺めることもできますよ。まもなく小田原に到着しますと言ってたんですよ。これは閉まっておかないかな。こういう風にもう駅を思いっきり通過していきますんでね、これ乗ってて楽しいんですよ。こっちには駅がないですからね、駅に止まれるのは向こうだけ。逆に言うとこっちは止まらなくていいわけです。本当だったらこの小田原から先もね、温泉地の方までずっとまっすぐこの電車で行けたら素晴らしいわけですが、残念ながらこの電車はあくまでちょっと豪華な通勤電車にすぎません。熱海とかまで通勤する人はあんまり考えられてないわけですね。小田原でさえもこんな風にガラガラになるわけですから、まあ、熱海まで行く人はいないというのはまさに納得ですね。私はこの列車のグリーン車の切符を買ってますけれど、グリーン車はですね、乗り換えてもいいことになっているので、ここから先もずっと、グリーン車で行くことができます。小田原駅からは、普通の電車のグリーン車に乗り換え、2階建てになっています。この電車湘南ライナー1号ですけど、普通の電車よりだいぶ速く走ってるわけですね。
で、小田原駅で、この列車の前を走っていた熱海行きの普通電車に追いつくことになっているんだそうです。追いついたらば、そこですぐにパッと乗っているお客さんが熱海行きの列車に乗り換えられるように、してそれで出てきていることなんですが、今日はですね、この電車がちょっと遅れているということで、熱海行きの電車がわざわざ私たちが乗っている、まあ、私たちは今私がいませんけど、湘南ライナー1号が、小田原に着いて、追いつくまで待ってくれているということです。まあ、そうしないとね、なんで待たないといけないかっていうと、もし待たないと次の電車を待たなきゃいけないじゃないですか。で、多分小田原から熱海までって場合によっては20分30分ぐらい間が空いてしまうので、それじゃちょっと不便だから、で湘南ライナーで着くお客さんは待ってあげようというふうに JR からの特別な計らいがなされているということです。まあ、遅れてるんだから当たり前っていうふうに考える人もいると思うんですけど、必ずしもそうではありませんのでね。ただ、乗り換えを待っているということは、この大列車の遅れをそっちに波及させているということでもありますので、あまり待たせることは好ましくありません。あの電車です。着いたらばすぐに乗り換えて、JR にも迷惑をかけないように乗客も協力しなければいけないと思います。これ昔の自動ドアです。踏むと反応するタイプ、自動のセンサーのようなものは特についていないわけです。はい、全然回してないな。はい、ですよね。はい、これも昔のゴミ箱。このまま向かい側に乗り換えます。もう発車すると向こう側の電車はベルを鳴らしています。誰もいないわ。ずっと発車ベルが何度も何度も繰り返し鳴らされています。まあ、これはつまりあれですね。早く乗り換えろっていう意味で鳴らしてるわけですけど、まあそろそろ終わるでしょう。これで終わるな多分。